日本年金機構とは日本年金機構法に基づき公的年金にかかる一連の運営業務を担う非公務員型の特殊法人である。運営業務の内訳は社会保険庁が担っていたもので厚生労働大臣から委任委託を受けて保険料の徴収や年金給付などの年金事業を行う。公的年金の運用は 年金赤留金管理運用独立行政法人が複数の金融機関に委託している。年金手帳機構は公的年金業務の適正な運営と日本国民の信頼の確保を図るため社会保険庁を廃止し公的年金業務の運営を担う組織として2010年1月1日に発足した特殊法人である。同機構は役員及び職員の身分は 公務員としないが、役職員は刑法その他の罰則については、みなし公務員規定が適用される。また、役員には兼職禁止義務が、役職員には秘密保持義務が課される。同機構は、日本年金機構法の理念に基づき、顧客目線の業務運営をするために、運営方針、及び人事方針を次のように定めている。 2004年4月1日に行われた第159回国会の衆議院本会議において小泉純一郎内閣総理大臣は社会保険庁と年金行政の信頼回復でございますが年金制度を安定的に運営するためには保険料の徴収や年金給付などの年金事業を担う社会保険庁に対する国民の信頼が不可欠であります。このため 社会保険庁は多くの批判を反省し、効率化、合理化の観点から事業運営や組織のあり方に関して普段の見直しを行うとともに、年金受給者の需要に的確に対応できる体制を確保するなど国民の信頼確保に全力を挙げるべきものと考えております。内閣総理大臣、小泉純一郎と答弁して、 初めて社会保険庁の組織のあり方を見直す意向を示した。同年7月23日、村瀬誠二を初の民間人出身の社会保険庁長官として登用し、社会保険庁の業務と組織の改革が進められた。2006年1月25日の第164回国会の参議院本会議で小泉内閣総理大臣は、 社会保険庁を2008年10月を目途に廃止し、公的年金と政官憲法の運営を分離の上、それぞれ新たな組織を設置する等の解体的出直しを行うことを表明した。同年3月10日、小泉内閣は同国会に社会保険庁の廃止などを定めた年金事業機構法案を提出したが、同法案は審議未了で廃案になった。なお、 同法案においては、年金事業機構は、厚生労働省の特別の機関とされ、職員の身分は、国家公務員とされていた。小泉内閣の後を引き継いだ安倍内閣も、社会保険庁の解体的見直しを表明し、さらに年金事業を担当する組織を行政機関とせず、職員も非公務員とすることを検討した。二千七年一月十六日に行われた、 第166回国会の衆議院本会議において安倍晋三内閣総理大臣は社会保険庁については規律の回復と事業の効率化を図るため非公務員型の新法人の設置など廃止、解体6分割を断行しますと答弁した。同年3月13日には内閣は同国会に社会保険庁の廃止と 日本年金機構の設置などを定めた日本年金機構法案を提出し、同法案は同年6月30日に成立し、同年7月6日に交付された。同法案において日本年金機構は役職員の身分を非公務員とする特殊法人とされた。2009年8月の第45回衆議院議員総選挙により政権与党となった民主党は 日本年金機構に移行すると、年金記録問題がうやむやになる可能性がある、天下り規制の対象から除外されることで、天下り渡りのやりたい放題となるとの主張から、公務員温存型の再入庁の創設を含んだ社保庁存続をマニフェストに明記していた。しかし、厚生労働大臣となった長妻明は、民間からの内定者がいることや、 不動産契約なども進んでいることから、これを凍結すれば、現場が混乱が生じると判断し、日本年金機構を予定通り2010年1月1日に発足させ、同日、社会保健庁は廃止された。管理及び企画部門を中心とする本部を東京に置き、その下に現場管理及び支援を行うブロック本部が9カ所ある。また、各ブロック本部のもとに、 対面を要しない届け出処理業務等を行う都道府県事務センター47カ所と事業所の調査、強制徴収、年金相談などの地域に密着した対人業務を行う年金事務所312カ所がある。設立時の職員数は約2万2000人。理事長は厚生労働大臣が任命し、副理事長及び理事は厚生労働大臣の認可を受けて理事長が任命する。 本部は管理部門、企画部門を中心にガバナンス機能の強化を図り内部統制の取れた組織体制の構築を行う。理事長のもとに副理事長と常勤理事7人、幹事2人、非常勤理事4人がいる。役員2020年4月現在の人事は以下の通り歴代理事長ブロック本部はかつて存在していた組織で本部の指示を年金事務所に徹底させるとともに 事務所業務の広報支援を行っていた。標準的な地方ブロック本部は、ブロック本部長の下に3つの部と、都道府県単位の事務センターが置かれていた。地域割は以下の通り。太字となった県は、一般的な地域区分と異なるケースで、一部を除いては、国税局と同じ地域割になっていた。二0十六年度組織再編により一年をかけて、 本部への機能集約が図られ、地域部に改変の上で2017年に9ブロック本部の事務所が閉鎖された。地方ブロック本部の一部所として、主要都道府県に事務センターが設置されている。センターでは、年金事務所の機能を適用事業所等の調査や、強制徴収、年金相談などの対人業務に集中させるために、対面を要しない、届け書等の審査、入力、 決済業務等を集約して行う。標準的な事務センターは、センター長の下に4つのグループがあり、各種届け書、申請書、請求書等に係る受付、審査、入力、決定、各種通知書、告知書等の作成、送付、各種届け書、申請書、請求書等の変哲保管、特別障害給付金、老齢福祉年金に関する勝利、死亡、 特別、脱退一時金に関する勝利、年金記録確認地方第三者委員会への進達、委託業務の業務内容の現地的管理、監視、コンピュータ記録と紙台帳との記録の突合せなどを行う。事務センター規模によっては副事務センター長が置かれている、事務センターもある。また、規模によっては一つのグループを複数に分ける、事務センターもある。 この事務センターについても組織再編の一環として広域化集約が図られ、統廃合が進められている。事業所の調査、職権適用、強制徴収、年金相談などの地域に密着した対人業務を行う年金事務所は全国に312箇所ある。事務所の規模は小規模が104カ所、中規模が192箇所、大規模が,が16箇所である。 標準的な事務所は、所長、副所長の下に5つの課が置かれている。国が、財政責任、管理運営責任を追いつつ、一連の業務運営は、日本年金機構に委任、委託されている。厚生労働大臣は、3年以上5年以下の、期間において、機構が達成すべき、業務運営に関する目標を定め、日本年金機構に対して示し公表する。中期目標は、 中期目標の期間、提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項、業務運営の効率化に関する事項、業務運営における公正性及び透明性の確保、その他業務運営に関する重要事項の四つである。また、厚生労働大臣は中期目標の達成状況について評価を行い、評価の結果必要があると認めるときは、機構に対し、 その業務の運営の改善に監視必要な措置を取るべきことを命ずる。発足当初における中期目標の期間は平成22年1月1日から26年3月31日までの4年3ヶ月である。年金記録問題対応の国家プロジェクトの期間と位置づけており、平成22年度、23年度の2年間を集中的に予算、人員を投入し、 当面の最重要課題として取り組むとしている。日本年金機構は中期目標に沿って中期計画及び毎年度の年度計画を作成し厚生労働大臣の認可を受ける。厚生労働大臣は機構の事業年度ごとの業務の実績について評価を行う。発足当初の中期計画は客の信頼確保に向けた組織改革のため発足当初の3ヶ月は 発足に伴う混乱回避と円滑内向に最大限注力し、平成22年度以降、サービス向上に向け、職員の指揮公用、組織の活性化を通じた本格的な取り組みを優先順位をつけて計画的に進めるとされた。厚生労働大臣の権限を委任された業務は大きく分けて4つあり、適用調査関係、徴収関係、相談、裁定、給付関係、 これらを横断的に管理をする記録管理である。日本年金機構のなで機構が行っている業務は、資格の特創の確認、滞納処分、届出、申請の受付、厚生年金の標準報酬額の決定、国民年金手帳の作成、交付などがあり、厚生労働大臣から事務の委託を受けた業務は、最低、年金の給付、現場への記録、年金定期便への通知、 納入の告知、督促などがある。また、保険料の徴収は、国の歳入徴収官の名で、日本年金機構が行っている。年金事務のほか、子ども子育て支援法、健康保険法、専維保険法、国家公務員共済組合法、国民健康保険法、介護保険法、社会保障協定の実施に伴う、厚生年金保険法等の特例等に関する。 法律、厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払いの遅延にかかる加算金の支給に関する法律の規定に基づき、各法により厚生労働大臣の職務とされているものの一部を日本年金機構が行う。厚生労働大臣及び日本年金機構は政府干渉年金及び政府干渉年金事業に 対する国民一般の理解を高めるよう努めなければならないとされ、毎年11月を年金月間、毎年11月30日を年金の日と定め、国民の年金制度に対する理解を深めるため、公的年金制度の普及、啓発活動を展開する。また、健康保険組合連合会及び、健康保険組合並びに、企業年金連合会及び、 厚生年金基金の事実上の所管団体、厚生労働省並びに、旧社会保険庁及び現日本年金機構の天下り渡りの受け入れ先、圧旋元でもあり、外閣団体でもある総合健康保険組合協議会の連携機関も兼ねている。総合健康保険組合協議会が実施する社会保険制度の改善に係る官公庁への提言における 制度改善への啓発等に協力している。日本年金機構に対して第三者の立場からチェックする機関は日本年金機構評価部会と運営評議会の二つがある。また民間企業の経営管理等の指揮権を機構の業務運営に反映するために日本年金機構の中に非常勤理事がいる。厚生労働大臣の諮問機関である社会、保障審議会の中にあり、 委員は、厚生労働大臣が任命する。業務は、厚生労働大臣が定めた日本年金機構の中期目標の審議各事業年度及び中期目標期間の業績の評価評価に基づいて改善が必要な場合は、業務改善についての審議運営評議会は、被保険者、事業主、受給権者、その他の関係者の意見を、機構の業務運営に反映するために置かれており、 委員は理事長が委嘱する。理事長は中期計画及び毎事業年度の年度計画、その他理事長が必要と判断する業務運営に関する重要事項についてあらかじめ運営評議会の意見を聞かなければならない。常勤職員は正職員と準職員がいる。準職員は有期雇用で正職員に相当するような業務を行う。正職員と 準職員は、常勤職員として、同一の給与規定が適用される。常勤職員以外の有機雇用職員として、特定業務契約職員及びアシスタント、契約職員がいる。日本年金機構設立時の職員については、2008年12月22日、設立委員会が、職員の労働条件及び、採用基準を決定し職員を募集した。採用審査は、 職員採用審査会が行い、設立委員会は、職員採用審査会の意見を聞いて、職員採用の歳費を決定し、2009年10月に採用通知を出している。日本年金機構設立委員会が決定した採用基準は以下の通り。2007年に森永拓郎が当時与党だった自由。 民主党参議院幹事長の片山虎之助に尋ねた際には優秀ではない人材は文言免職にすると答えている。懲戒処分を受けた者は採用しない。なお、採用内定後に懲戒処分の対象となる行為が明らかになった場合には内定を取り消す。また、採用後に懲戒処分の対象となる行為が明らかになった場合には、機構において労働契約を解除する。 過去に強制措置などの処分を受けた者については、処分歴や処分の理由となった行為の性質、処分後の構成状況などをきめ細かく勘案した上で、歳費を厳正に判断する。これまで改革に後ろ向きな言動のあった者及び、改革意欲の乏しかった者については、改革意欲の有無や勤務実績、能力を厳正に審査し、採用の可否を慎重に判断する。また、 採用内定後に社会保険庁で行う、隠し調査に協力しないなど、改革に前向きでないことが明らかとなった場合には、設立委員会において採用の可否を再検討する。不採用になった職員については、過去に懲戒処分を受けた職員とともに、厚生労働省への配置転換、退職勧奨、官民人材交流センターの活用による民間への再就職斡旋など、 組織廃止に伴う文言免職回避のための努力を行うことが必要とされた。全日本自治団体労働組合の岡部健次委員長は民主党の戦国義都衆議院議員同席で問題のあった社保庁職員の文言免職回避、雇用の確保を厚生労働大臣、舛添洋一に要請していたが、結果的に2009年12月28日、 厚生労働大臣、長妻明は、懲戒処分を受けていた251人の職員を、含めた525人を、文言免職とする方針を決定し公表した。また、当時の社会保健庁長官、渡辺義樹も、1996年の厚生省、汚職事件に関して、減給の懲戒処分を受けていたため、年金機構に副理事長として採用されず、 他の役職への移動も認められなかったことから2009年12月31日付で退官した。民間からの採用については平成21年4月からハローワーク等の求人媒体を通じて一般公募し、正職員1127人、準職員970人の約2000人に採用通知が出された。また、職員採用内定者には 希望を募った上で、同年9月から社会保険庁の借金職員として、地元の地方社会保険事務局であらかじめ勤務させるとともに、社会保険大学校での研修を重講させた。いわゆる三層構造問題を解消すべく、人事の一体化を図り、企画業務と現場実務の双方経験をして、マネジメントをしていくというキャリアパターンになっている。また、 能力、実績本位の人材投与、給与体系、それを裏付ける人事評価制度が導入されている。給与体系は、できるだけ年功序列を廃し、仕事が適正に反映されるように設計されている。基本給は、役割等給制度に基づく、範囲給としている。仕事の難易度、責任の重さを、明確化して、回答給の基本給金額が、 上位等級の基本給金額を上回らないようにしている。年功的な給与上昇を是正するために、各等級の上限と下限の金額幅を圧縮し、同一等級内での基本給の昇給を抑制している。上位等級へ昇格する場合は、昇格前の合法に関わらず、原則として一合法を初任合法と資格付けする。なお、 旧社会保険庁からの移行組は原則として社会保険庁退職時の等級に対応する等級に格付けしている。昇級、昇格は人事評価の結果を的確に反映させ、評価が悪い場合は昇級しないまたは昇級する。一般職はモチベーションアップと人材育成のために各等級に応じた客観的な昇格要件を定めている。 年金事務所長など管理職への登用にあたっては資格試験あるいは資格審査を実施する。賞与は成果を上げた職員を適正に処遇し、職員のモチベーションを向上させるため、賞与に占める期末手当の支給割合を縮小し、人事評価が反映される勤勉手当の支給割合を拡大するとともに、個人ごとの勤勉手当の査定幅を拡大している。退職手当は、 毎年度の在給する等給のポイントを積み上げる方式としている。2010年10月、気候発注業務についての入札にて内部情報を業者に漏えいしたとして、気候職員と NTT ソルコ社員が完成談合防止法違反容疑で逮捕された。2013年、国家の失態によって支払われなかった年金の受給権利の時効を撤廃する。 事故特例給付を1300件、10億円以上放置したことが発覚した。気候内職員からの指摘があったにもかかわらず、気候は1年以上にわたって引徳を続けたことも確認された。2015年、年金情報を管理しているコンピュータシステムに不正アクセスがあり、約125万件の個人情報漏えいが発覚した。2017年6月、 勤務先の年金事務所から個人情報20人分を持ち出したとして、淀川年金事務所に勤務していた年金機構の職員と社会保険庁職員を OB の2名が大阪府警察に窃盗容疑で逮捕された。この事件による情報流出は400人分にも及ぶとされている。その後7月に見返り22万円の現金を受け取ったとして職員が 過重収賄容疑などで再逮捕され、社会保険庁職員 OB については、控訴事項が成立しているため、贈賄容疑での立件は見送られたが、別の窃盗容疑で再逮捕された。OB の男は受け取った個人情報を探偵や占い師として悪用していたと見られている。2017年に会計検査院が遺族年金の受給者をサンプリング調査したところ、再婚などで、 受給資格を失っているにもかかわらず受給されていた人数が約1000人弱に及ぶことが明らかになった。同年春までに契約18億円が支払われた模様だが、うち約8億円分が消滅事項を迎えていて、返還請求ができなくなっている。2018年3月19日、日本年金機構の個人情報のデータ入力を委託された外部企業が、 機構との契約に違反し、一部の入力業務を中華人民共和国の業者に再委託していたことが判明した。再委託された個人情報の中には、およそ500万人分の配偶者の氏名や振り仮名が含まれていた。これを受け、同年4月に安田隆二を委員長とする日本年金機構における業務委託のあり方等に関する調査委員会を設置され、 契約先を能力重視で選ぶルールの制定などを提言した。2019年3月25日、世田谷年金事務所の男性所長が匿名で解説したツイッターアカウントで特定の民族に対する差別的な投稿や立憲民主党に対する暴言などを繰り返していたことがこの日までに明らかとなった。機構側は同日付でこの所長を本部人事部付に移動するとともに 事実関係を確認した上で厳正に対処するとしている。元所長が匿名でなく実名で行っていたインスタグラムの URL から特定された。特殊法人となることで職員の身分が非公務員となることから国家公務員法の甘下り規制の対象外となり実質的な甘下りが行われるのではないかといった懸念が示された。これについて 渡辺義美内閣府特命担当大臣は、記者会見で移行する2年先までに考えて、もらうことになると述べた。発足した1ヶ月後の平成22年2月1日、付けで多くの社会保険庁 OB が健康保険組合、または厚生年金基金などの外閣団体へ、実質的に甘くなり、そのタイミングを逃した OB も着々と同様の甘下りを果たしている。 この問題は現在でも未解決のまま放置されている。ありがとうございます。